自衛隊八幡大使協力会会長田村雅彦様お願いいたします。まさに国家、国民、領土、これを守ることが大きなというんですか、これが任務ですし、また今はその任務以外にも災害の救援活動だとか国際協力活動とかいろんな活動がこの自衛隊には課せられております。自衛隊に入りたいんだという諸子の気持ちを忘れないで、その初期の研修というものに立ち向かっていっていただきたい。私たちはこれから岩手県をはじめ各教育部隊に入隊します。ふるさとから離れての生活に寂しさと自衛隊での生活、教育への不安がありますが、皆様からの激励のお言葉を励ましに、そして同じ志を持つ人たちと共に、これからの自衛官としての教育を一生懸命頑張りたいと思います。立派な自衛官になることを記念いたしまして万歳を参照させていただきます。万歳！万歳！ありがとうございます。早速お願いいたします。